会長？完成。リメイクで絶望に光あれ枕。よくできました。どこがどうつながるかわからないけど、でもせめて平均は欲しいですよ。ちょっと今幽霊とか言った？いただきます。狭い。同好会がなくなったことは悲しかったけど、それ以上に助かったって思ったんだ。ご注文のサンドイッチ、抜いてほしい野菜とか好きなトッピングのリクエストありますか？あんたご飯食べられたら相手は誰でもいいの？いい加減にして。ありがとう、ゆうきくん。大丈夫ですよ、ケルちゃん。それはできぬだ。もうどいつもこいつもバカに毒されやがって。もう意地っ張りなんだから。謙遜しなくていいわ、リン。基本魔術をたっ。別にいいわ、エルフはそう見られやすいし。あと私のことはみ…もうあずきってば、勝手に名前つけるなってしぐれ様に言われただろ。あの子なら元気だよ。朝ごはんも残さず綺麗に食べたし。ふぅ、やっと終わったな。お客さんいっぱい来て忙しかったね。この日野先輩が使ったお箸、日野先輩が使ったお湯。はぁ、エネルギー貯めとんのか。それを恥だなんて気安く言わんといてよ。この店だけでも大変なのに。はいはいはい。バカは黙ってろ。あずちゃん、動きがうるさい。なんだよ、言え。あのさ、あのさ、私はよく分かってないけど。けどあの子たち。まさか自分の立場もわからない。なんだ急に大声を。え？アリサすごい。たったの3週間で？おしっこ我慢してるだけでしょ。で、何が？そうですよね。せっかく私たちを見に来てくれたのに、お待たせしたら悪いですよね。相談しなきゃ。相変わらずよく知ってるね。全然大丈夫ですよ。これはただ。おしっこ我慢してるだけでしょ。お、簡単？狭い。小雪セリ、思った以上に情にほだされるダメな男に。動きがうるさい。元勇者レオデモンハート、魔王軍の採用面接を受けに来た。新生魔王軍への入団を希望。ダメダメ。これ来ました。皆さんの。はい、仕上がってきたんじゃない？いい感じだと思う。